ね、これいまだに正直つかみきれてないんだけど、ちょっととりあえずね、大体まず初めの時は多分ねボリューム小さかったから1杯ぐらいにしといて、でそれで西谷さんがまああのタイトルコール読み上げるんで、その後にそうだな、何秒ぐらいなんだろうな、これをあやかがやります、あやかやってます、なるほど、 CM あんた言いなさいよ、これで、あ、あの一応ね時間的にはあのカウンターがね30秒、はい、30秒超えたぐらいのいいタイミングでちょっと下げていってストレッチした、30秒ぐらいであれでしょ、西田さんが言ってもタイトルストレッチした、そうそう、ストレッチした、はい、タイトルコール適当だからいつも、はい、いいタイミングで言ってもらってる、わかりました、じゃあ行ったら下げていいってことですか、そうそうそう、それが大体30秒ぐらいってことです、そうです、そうです、やべー、怖い、これこの左側が超のストレッチ、あれなんだよ、あのカウンターなってんだけど、どっちだ、超のストレッチですね、私が今何私がおかしいの、いやいや大丈夫です、何で知らないのみたいな顔してます、でこの辺で言うから、超のストレッチって何だ、40秒前、超関係ない、いいっすよ、30秒過ぎたぐらいの時にあのボリュームをこの辺ぐらいまで下げる、全部下げなくていいですか、全部下げたら音が止まるから、じゃあオープニングだけやります、あとはもうはい、20秒前、もう手に負えないです。なんか全然違和感ないですね。ないよ。あ、じゃあこれ、押してもらっていいですか、ほんとさ。オッケー。ちょっと緊張するな。2つ以上のことを始めてます。現実的には今、オレンジの丸があるじゃない。10秒前。丸い黄色の2つ。あの間に行くような感じにする。なるほど。ここは。話せばわかるプロジェクト9 あらあれちょっとずれたね、いやずれたけどずれた、勇気見せたね、はい、今日今週はやろうと思って、あすごいですね、タイトルコール先週も言ってたんですけどね、先週は先週はもう諦めました、諦めましたよね、はい、今週はじゃあ絶対来週は完璧にします、ああ、うん、ああもう分かった、もう分かった、うん、もう分かりました、大丈夫です、やったら分かるつもりだよね、うん、はい、うん、もうねえ、これ何ですか、これ何ですか、これ、あ、こんばんは、これ、パーソナリティのそらしたのサイクロプス西平です新しくなってるし、はい、同じくパーソナリティの大城ゆきです、この番組は映像制作団体プロジェクト9が毎週深夜テンションでお届けする生放送トークバラエティです、はい、この番組ではメッセージを募集しております、はい、メールアドレスがあの、うん、今なんかサイクロプスがちょっとビング打っちゃってサーバー壊れてるらしいんでやめて、ねね、臨時メールってことで、そうですね、アドレスがちょっと違います、はい、そのアドレスが、はい、新しいアドレスか、ま、761fmkoza@gmail.com 761fmkoza@gmail.com はい、はい、ファックスは変わりません、098-934-8653 098-934-8653、また、ユーストリームツイキャスにて映像と音声配信してますんで、そちらもお願いします、 FM コザのホームページから見ることもできますので、そちらもお楽しみください、ツイッターも連動してます、はい、お願いします、よしよし、ことで、はい、早速 CM に早い早い、まだ終わってないし曲、うん、FM コザ頑張れってなんか入ってる、あー嬉しい、なにこれ、この可愛い感じ、なんだこれ新しいですね、クラッカー来た、クラッカー来たね、ありがとうございます、ありがとうございます、ネットモモンガファイブさんお茶お茶お茶、これお茶じゃないしヨービックどっから持ってきたんですかこれ、よくあります、じゃああのヨービック飲むからさ CM のあれ見てよCM のあれって何ですか、えどういうこと、だから CM 行く前は、うん、なんか分かりやすいやつやってくれないと CM いけないよっていつも言う、でもまだこれまだ曲終わってないけどいいんですか、大丈夫、どういうこと、曲終わってから CM 行くの、
違くない、この今流れてる曲終わってからじゃないですか。任せます。任せます。行くよ、行っちゃうよ。そう、やめろ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 、ダメ。やっぱりちゃんとオープニングの曲はオープニングの曲でやらないとダメなんですよ、うん、ね、今週はちゃんと眠りましたか。眠りましたよ、うん、どういうことですか。だって前眠そうで、あ本番中眠ってたからね。うん、ね、聞いてる。聞いてる、聞いてる。で、大丈夫ですか、はい、このイヤホンの付け方。何ですか、イヤホン。イヤホンをじゃラジオの人わからないと思うけど、なんだろう、これ額につけてるからね。額じゃないですよ、額につけてる。これ何、これどういうことですか。これは生まれながら目からビームが出るんですサイクロプス確かに似てるけどこれ、ね、生まれながらですからね。でも違和感ないんですよ、ね、違和感ない、意外とね。違和感ない。だってさ、俺が言わなかったら気づかなかった。気づかなかった、気づかなかった。ねね、うん、新しいですね。なんか音が消えてったよ。音が消えてったってことは分かる。いいんだ、 CM 行っていいんだ。 CM 行っていいってことだ。じゃあ行っちゃうよ。でもさ、うん、何何何何、その CM 行く時ってそのあれでしょ、はい、例えば次のコーナーがあって、次のあれあれあれこれあれ CM 流れてる、これ CM 流れてる、ちゃんと流れてる。 CM 流れてます。あっちじゃないです。聞こえないよ、聞こえない。オッケーです。ごめんなさい。まあ、今日は俺たち悪くない。ごめんなさい。今日はこっちが悪いです。今日はこっちが悪いです。じゃあ、ワニョさんが、行け行けって合図するから。そうそうそう、行っていいんだ。行っていいんだ。これでいいんですよ、この番組は。強く押さないと反応しないんですよ。思ったよ、そうだね。ああ、なるほど。反発で反応しなかったみたいな。反応でしたね、完全に。反応でしたね。ああ、いや目が見える。目が見える。ね、上の方見えないんですよ、あれ。あ、これ。そうですよね。これあったら見えない。視界が全然違うんですよ。こういうこともある。ダブルサイコロプスですか。私何しよう。目ですか。全員目ですか。あ、そうだね。なんかこれね、目のことじゃなくて、スイキャスから。なるほど。いつもと違う感じです。サイクロップ。サイクロップ。ここで二人も出されたらもうここ破壊ですよ。崩壊しますよ、ここ。まあね、ここ一回あの怪獣に潰されてるからね、小沢。そうですね。初回。東京から聞いてますよ。そうですね。ほら、イヤホンにさ、あのイヤホンに突っ込んでるよ。ヘッドホンじゃないの？ヘッドホンですよ。ヘッドホンでしょ。ヘッドホンです。あなたがイヤホンって言ったんですよ。ああ、イヤホンって言ったんだ、私が、はい、あなたイヤホンって言ったんですよ。間違った。すいません、30秒前、ね、間違えちゃったけど、可愛いから許してやってください。ありがとうございます。いい、あと30秒です。あ、もうゲスト20秒、ゲスト行けばいいんですよ。そんな感じですね。10秒前、5秒前、4、3、2、あー、来たわよ。なんでちょっとお構いになってるんですか。さっきまでいたんですよ。いましたね、私たちの町の前がね。こんなノリだったんですね。すごいですね、ラジオ終わった後の方がうるさいんじゃないかな。でも賑やかでしたね。素敵ですよね。じゃあお尻が誰が一番素敵なお尻してる、安産型かみたいな話をしてます。あ、そんな話してたんですか。ちゃんと聞いてますね。ちょっと聞いてます。その時俺のちょっとお尻アピールしてた。狙われますよ、すぐ。じゃあ行っちゃうよ、コーナー。コーナーですか、はい、はい、コーナー行っちゃいます、うん、プロジェクト9、9分の1。うわ、イエーイ。このコーナーはうん、毎週プロジェクト9からゲストを招いて、あんな話やこんな話をしつつ、その人のキャラクターに迫るほどフリーダムなゲストコーナーです。はい、今週のゲストは、はい、ひーちゃんです。ひーちゃん、はーい、ひーちゃんです。お願いします。ちゃんひーですね。あ、ちゃんひーです。どっちでもいいですよ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、よろしくお願いします。ひーちゃんといえばね、はい、我々とはもう、かれこれ、初対面近い。そうなんですよね、
同じプロジェクト9なんですけど、ですけどもね、もう90人もいるからね、プロジェクト9。あ、その90分の1ってこと？違うよ、ね、プロジェクト9、プロジェクト9の1。あ、そう。あ、90人いますか。90人いて、ね、やっぱり会ったこともない人いるわけで、はい、ね、今回がしーちゃんね、はい、ちゃんとお会いするの初めてですよね。本当にもう嬉しいです。なんか会いたかったなって思ったので、はい、あ、ゆうきちゃんにですよね。え、いや、そうですよ。そうですよ、そうですよね。そうないですよ。じゃあなんか簡単にサイクロプスに会いたいと思います。ね、サイクロプスはいいから、なんか簡単に自己紹介をお願いしていいですか。そうですね、まあ、はい、あのプロジェクト9的な紹介ちょっと考えたんですけども、あの私第24回 NHK 大学放送コンテストで優勝した作品、あの東大森というのがあったんですけども、はい、そちらの主人公の弟役を演じさせていただきました。え、これは何ですか。少年役なんですけど、あの、はい、ドラマですか。ドラマですね。ドラマ、はい、ラジオドラマ。ラジオドラマ。なるほど。ちょっと切ない系な感じの、あれ聞いてた人でもちょっと泣いてた人もいたので、まあ、いい作品だったんだなって思ってます。そのコンテスト、はい、コンテストです。で、全国の大学のコンテストで、まあ、優勝した作品。優勝した、優勝した。あ、すごい。弟役ということです。僕ちょい役なんですけど、弟なんだ。女の子なのに、はい、女の子なのに少年ボイス的なのが。あ、でもね、声がすごいいいですね。ありがとうございます。アニメの、うん、はい、ね、主人公の声とかできそう。そうですね。あ、や、あ、まあそうですね、実際アニメとか見るんですか。はい、あ、もうそうですね、あんまりでも見ないかな。銀玉とか、銀玉見ますね。好きだよね、どっちも銀玉。銀さん大好きですもん。携帯のストラップにもついてます。あ、本当ですか。銀さんがいる携帯のストラップに。僕ね、僕が来週あたり金さんつけよう。誰ですか。金さんっているんですよ。いるんだ。すごいたらしですよ。ちなみにもう全部見てるんですか、銀玉は。見てますね。あ、そうですか。はい、同じレベルじゃない。じゃあ西浦さんと、まあ、多分僕より完全に知ってる。だって俺キーホルダーまではいかない。俺スタンプも買ってないんだから。あ、スタンプあるよね、 LINE の、うん、一旦銀玉は終わってて、で、うん、今第4期スタートしてますね。そう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 。で、そうそう、それ前から早くスタートされて、 LINE ニュースでこの前見てたら、うん、その銀玉スタートして、うん、早速苦情がいっぱい来てますみたいな。最初から何かやらかしたみたいですよ。でもそう、ファンは、うん、やっぱその苦情も含めてやっぱり銀魂始まったなみたいな。あ、なるほどね。っていうね、素晴らしい。帰ってきた銀魂。そうなんですよ。PTA なんかくっそく。なんでちょっと今ちっちゃくなったんですか。離れていったマイクから。あんまり勇気ないですね。これね、怖いですね。危ない。ちなみに好きなキャラクターとかいるんですか。やっぱり銀さん。銀魂でですか。うん、銀魂でだったら、まあ、銀さんで、うん、女の子キャラでしたらつくよが好きですね。つくよってあれ、つくよでアリンスか。つくよってあっちわっていう人。あっちわ、そう、わっちわ、あっちわ、そうそう、わっちわっていう人。わかるよ、それはわかる、見たからね。これは見た。あなたはどうせあれでしょ、エリザベスでしょ。エリザベスって待って、そもそも人間じゃないじゃん。エリザベスになんかおっさんみたいなの入ってる。あ、中に ね、そうですね、入りますね。口からね、か、口から顔が出てくるんでしょ。おっさんがいますよ、おっさんが。そうそうそう。なんでおっさんなんだ。見た目は可愛いんですけどね。つくよはどうしてなんですか。うん、あの、かっこいいってことが。かっこいい。かっこいい。うん、うん、はい。なんか背負いつつも、なんかかっこいいで背負いつつもこう、まっすぐ進んでいくような感じがいいなっていう。うん、まあ、ああいうなんかかっこいい女性は憧れますね。そうですね。はい、まあ、強いし。そうですね、風俗業界のドンみたいなもんですね。そっかそっか。そうですね。ああ、いいですね。アンケートも僕のは聞かないんですね。ええ、いいっすよ。ゲスト何がいいですか。優しい、聞いてあげてくれたりですけど、聞いてくれてるよ。あの土方とかその辺なんで。あ、土方、新選組の、はい、土方藤四郎、としちゃん。じゃあ毎日ご飯にマヨネーズかけて食べていきましょう。僕ね、ケチャップ派なんですよ。そこだけはね、やっぱダメなんですよ。ケチャップ派なんですよ。ハンバーグとかも、オムライスもケチャップなんですよ。あ、おうおうおう。肘方は全部マヨネーズなんですよ、ね、ただああいうなんか不器用な人っつうのは好きっすね。うん、はい、なんか共感できますか。共感できますね。肘方さんもかっこいいですよ。へー、はい、みんなかっこいいですよね。まあ、そうなんですね。おかしいぐらいに。そう、本当に。そう。何なんだろう。そうなんですよ。あの、長谷川さんですらかっこいい。そう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 。マダオ。マダオ。
まるでダメな男ですが、うん、ね、ちょっとついていけないからついていけない、ついていけないから次のついていけないから早くアンケート行きたいプロジェクト9ゲスト用アンケートな、何の質問か、何から聞いていくから、なんか気になるのありますか、ひーちゃんのフルネームなんか気になりますねフルネーム聞いちゃう、えダメでしたっけ、秘密で、秘密です、ダメって出身地は沖縄で、地元ですね、沖縄、うん、あ、誕生日近いですよ、実は、実はそうなんです、来週再来週再来週誕生日、うん、6月15日が誕生日なんだ、あー近いですね、うん、今なんか出そうとしました今出そうとしましたね今もうちょい何も持ってない何も持ってる持ってる持ってるちゃんと持ってますか、血液型は AB 型、うん、はい AB 型です、お自分の性格を一言で言うと、うん、石橋を叩いて渡る前に分析まあ、要は、行動よりも先に考えちゃうタイプって感じですかね、はいうんうん、はい、あ、はい、あそこで慎重に慎重に、うん、なっちゃうんですよ、銀魂の世界とはまるで逆の感じになってますよね、はい、思ったらすぐ行動はできないんだ、はい、そうなんですよ、あ、うん、将軍かよあ、そこまでテンション上げてた、ね、分かるんだちゃんと、はい、分かるんだ、全部分かる、分からないとついていけないからねこれすいません何、休みの日は何をしているんですか、いろいろしてるんですけど、まあ最近は友達とカラオケに行って、うんうん、もちろん銀魂のね、桃源郷エリアも歌ったりとかもしました、あ、はい、それは主題歌、主題歌ですね、あ、うんうん、面白いんで皆さん見てくださいね銀魂、そうですね、ぜひ YouTube で見れるんだよね、あの、なんていうんですかね、やっぱ世の中しっかりしてますから、日本は特にいろいろカチカチじゃないですか、うんうん、そういうのを全部ぶっ飛ばして食ったらね、ことをずっとやってるそうですよね、なんか何も考えないで見れるもん、うん、そうだね、はい、あ、好きな異性のタイプ、うん、ちょっと皮肉屋だけど根は実直で真面目な人って感じですかね、 あとはそれにプラスしてちょっと兄貴肌な感じだったらいいなっていう、完全に俺のことです、あれあれ初対面だけどなそうそうなんですか、兄貴肌なんですか、兄貴が当たりはまってるってことですか、うん、いやそんな感じだってさ、プロジェクト9といえばあの、あれプロジェクト9といえばダイナマイト平じゃないですか、はい、ダイナマイト平の弟もいるわけじゃないですか、うんうん、高ヒット、高ヒット、はい、高ヒットは、自分のお兄ちゃんを俺だと思ってますからね、うん何お兄ちゃん間違ってるん、お兄ちゃん間違ってるんじゃないですか、はい、あそれどういうことですか、何兄貴として見てるってことか、そういうことですよ ね、うん、だからお兄ちゃんの方に平さんおかしいおかしいからあ今週もゲストさんがいらっしゃってるって、はい、ツイキャス来てますね、ツイキャス来てます、うん、ありがとうございます。ゆうきこ高橋さん、あーはーはーはー、お子さん元気ですか、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、じゃあ、あ、好きな男性ね、今ちなみにお付き合いしてる方なんかとかは、あ、うん、あ、でも彼氏はいないです、彼氏はいないってどういうこと、じゃあ何がいるんですか、サフレ、何サフレって何、サフレこれ、これ垂らしてからちゃんと言って、あ、そうですか、サフレソフレがいるの？ソフレとは？ソフレって、うん、カップルではないんだが、ソフレでもなく、あの一緒に添い寝するだけの関係。ああ、ソフトフレンド。そんなソフトフレンド。それをソフレというのだ。へえ。なぜ二人隠してんですか、目を。ちょっとね、ちょ顔見られたらそんな話できないから。いやバレてますから。うん、ソフレが彼氏はいないけど、うん、ソフレがいるの？いや、あの添い寝はしてない。ちょっと待ってください。なんか今年、いや、あの、まあ、一旦 CM ですって。この、この番組はですね、うん、CM ですって言っても CM 行かないです。行かないくれないの。行かないです。スムーズに一回も行ったことなくて。わざと外してくるんだよ。マジか。すごいですよ。ああ、じゃあちょっと、あの、近い距離の人がいたりするわけなんですかな。かなぁ、かなその人はちなみにこのタイプにハマってるんですかね。うん、
当てはまると思います。当てはまってます。皮肉屋でなんだこれは。いやこういう周知通りですか。ゲストに来たからには覚悟してこないと。何だよ。年上、年上ですか。うん、やっぱ兄貴って感じ。兄貴派なんですかね。うん、兄貴派でしょうね。じゃあちゃんひーとしてはちゃんひーになってる。ちょっと甘えられる方が、うん、あーはい、いいんだ。あんまりべったりじゃなくて、まあ、いい感じの距離感がいいかなって思いますね。で時々頼れる人だったらもう最高ですね。例えば、はい、どういうのがありますかね。頼れるなっつって、男だとこう力とかってあったりするじゃないですか。よく重いものを持てたりとか、はいはい、そういうの含め、そうですね。なんだろう、内面的なものでも、ありますね。何も言わずして、もうなんか私の行動を先読みして、手伝ってくれたりとかすると、あってなります。気が利くってこと。そうですね。あ、完全に俺の方。重いもの持ってもらったことがないな。わからないから。ひーちゃんわからないから。まあ、表向きはね、コザの裏側っていう。ありますからね。コザの裏側は何だろう。私もわからない。あ、そうですか。いいですね。いいですね。恋愛の話も。あなたなんかは、タイプなんかあるんですかね。タイプ。そんなに決まってない。普段マスクしてるとか。なんでなんで。鼻マスクいいですよ。気づいたらいるみたいな。毎週いるよね。ね、でもそれも大事ですよね。それも大事。マスクが大事ですか。違う違う違う。気づいたらそばにいるっていう。あ、そう、自然にいてくれるっていう。あ、それを、あ、なるほどね。ストーカーがない時代はさ、合ってたのね。じゃあ、あれ、何ストーカーって言葉がない時代はすごい合ってたの。今は違う、そういうことじゃなくて、近づけないの。近づいたらこら、近づいたのね、周りがね。うん、で、すっとね、ちょちょりみたいなもんさ。なちょちょり、ちょちょり。あの運動場、運動場みたいな夕方、虫か、頭の上に、あれ六時虫だから。六時虫。頭虫ですよ。頭虫っていうの。頭虫。別名ちょちょり。完全に春だ。完全に春だだから。ちょちょり知りません？なんすかちょちょりって。なんか夕方、はい、なんか運動場にいたら、そうそう、頭の上に集まってくるハエみたいな、症状灰みたいな。ちっちゃいやつですね。そうそうそう。ちっちゃいやつ。あいつちょちょりっていう。あいつちょちょりっていうんだって。あれ私名称分からなかった。あれでも本当は頭虫っていうんですよ。そういう実名は、うん、頭虫。頭にいるのが好きなんですかね。高いとこが好きなの。いや、なんかね、だから巣とか、なんか巣を作ろうとしてるのかな。いやだ。卵を産む。頭の上に。だから人のこう見て横の人に移してる。移せばいいんだ。あれ移せますよね、そういえば。そう、移せる。うわ。そういうことですよね。ちょちょりみたいな人が好きということです。自然と近くにいる。虫になったらちょっと違うし、例えがひどすぎますよね。ちょちょりいっぱいいるんじゃないですか。でもいないよ。いくよ、じゃあ次、はい、3億円手に入ったら何に使いますか。はい、まあ、1億は貯金で、1億は親にあげて、で1億はまあなんだ、寄付。あんまり多く自分で持ってても使い道ないからもったいないなって。だってこれ待って、自分で使ったことないってこと。一つは貯金なんで、まあ、自分用です。あ、そっか。なんかの時のために、まあ、今すぐは使わないですね。そうですね、うん、マスク買ったりとかそういうことしないです。マスクにだから用途が少ない。ちっちゃいよ。でもね、でももらったからわーって一気に使うってことはないんだ。絶対ってのはないですね。へえ。家1個分建てても多分1億だったら余るじゃないですか。はいはいはい、余ったら余ってそれでいいんじゃないかなっていう。あ、じゃあだその家を建てたい。家を建てることはっていうのはしたい。あ、したいですね。したいですね。あ、ね、どこに建てますか。どこに建てましょう。ちなみにここ小座です。小座。パークアベニューの中間のどこに建てようかなって。いいね。あ、お友達ですか。はい、お友達が、あ、ぜひぜひ、ちょっとお土産を私にあげるっつって。あ、本当ですか。みんなにも分けられたらいいですけどね。何持ってきたの。なんだろう、すいません、あの
これ誰にメッセージを送ったらいいんだろうか。誰にメッセージ、ラジオを聞いてる方に言えばいいんだろうか。はい、はい、何ですか。ゲストのゲストが来るのかな。あ、そうそうそう、はい、ゲストのゲストゲストのゲストがいらっしゃる。いらっしゃらない。あ、ただあの見学なんで。見学なんで。いらっしゃらない。外で待っていてくれるのかな。はい、はい、ありがとうございます。明日世界が滅亡するとしたら何をしますか。何しよっかな、考えたんですけど、いやもう何もしないと思います。何もしない。あ、もう滅亡するなら仕方ないや、それはちょっとするぐらいですかね。最後にいい景色見たいですね。あのすごい綺麗な景色読みながら死んでいきたい。そうですね。もうじゃあさ、無人島に3つだけ持っていけるとしたら何を持っていきますか。そもそも行きたいと思わないのでもう逃げる準備ですよね。ヘリコプターにパイロットに挟んで帰ってくるんだ。行って帰るって。無人島に渡るから、むしろ無人島を見て帰るみたいな。そういう発想あるんだね。初めて聞いたなこれ俺。やばい。いや、なるほどね。そんなわざわざお米とか水とか持ってもう暮らそうとか思わないですよ、無人島で。普通はね、普通はそうだよ、食料と、うん、水と。いると思うんですけど、私は行って帰ればいいやっていう。ヘリコプターで帰ってくればいいもんね。帰ってくればいいですもん。船でもいいですし。まあね。はい。きっとそうですよね。操縦士がいればどうにかなりますから。だからヘリコプターとパイロットとガソリン。はい。うん。穴をついてきた。まさかの。素晴らしいですね。なんでなんだろうと思ってた。うん。俺なんだったかな。俺。何持っていけますか、無人島。俺はヘッドホンとサブローとジキニです。サブローがみんなわからないからね。ちょっと待って待って、ジキニンって何。ジキニンはジキニンですよ。なんでジキニン持っていくんですか。サブローはジキニンが必要なんだ。あ、そうか、サブローのために。サブローね、これガソリンと一緒だよ。そうなんですか。サブローはっていう女の子なんですよね。サブローで女の子でジキニン毎日飲んでる子で、ジキニン毎日飲んでる。そうそうそう。じゃあそろそろね、はい、ひーちゃん、私が持ってきた曲を紹介したいと思います。まあ、私いろいろ過去にいろんな挫折とか、はい、ちょっと絶望感じちゃって、本当にある1年間は本当に友達との交流も断絶したぐらい、嫌になった時がありまして、でも本当に内心暗くなってたんですけども、はい、まあ、これも銀魂の曲で、泣いたって笑って行くんだって愛していこうっていうこの歌詞が入ったフレーズ、すごいいい歌です。またノリもいい曲です。スパイエアでサムライハートです。よろしくお願いします。へえ、わかる。じゃあわかるんです。ああ、わかる。いいですよねこれ。いや、わかんない。そうなんですか。でもいい曲ですよ。基本俺あれ見てないんですよ、あの曲と曲聴いてないんで。うん、楽しらしてるみたいですけど、中に。あ、ね、ぜひ曲もらってみて。ああ、汗かいた。もうきつい。途中さ、パッて見たら彩香ちゃんがもうなんか全然私知りませんみたいな顔してる。どういうこと。何も聞こえない。メール来てますよ、セーブは。メール来てますか。メール来てますよ。来てるね。いらっしゃいませ。どういうことですか。ああ、こんばんは。前で見ても大丈夫なんで。お父さんも高校生かなと思って。一応、学校の先生ですよ。マジで。それで学校感がある。いらっしゃいませ。ここが、行く前になったことがある。OK です。メール来てるよ。メール来てます。メールをちょっと読みたいと思います。アドレスがにゃんばしかもにゃん、にゃん毎回言ってるからね。にゃんば毎回言ってる。もう絞られてきます。西浦さん、はい、話変わるけど、沖縄で美味しいラーメン屋さんわかる？俺はだるま、だるま、俺はだるま、結構好きよ。あ、だるまってラーメン屋さん。あるんだ。あー、いけた。ゆきちゃん、あなたとまたボウリングしたいな。スカイレーンで待ってるね。はい。三原の木造住宅。わかりますか。
何のことラジオネーム変わってませんかこの方、確か復活のやつだですよね、倒されたんですか倒されたんですか条例が終わったんだ2人、ここにいるってこと三原の木造住宅にから聞いてるってことじゃないあそうでしょうね、うん、わかんないですね三原って、あそこでしょうねあそこにねまあまあ、誰もね美味しいラーメン屋さんね、まあ、ラーメンかどうかちょっとあれとして、うん、マサミッツとかあーおーはい、行きましたね、一回ねはいマサミが美味しいですよ塩ヘルシーですよね、すごいはい、飲んだ次になんか薄味か、薄味うん、美味しかったマサミ、マサミですダルマはどうなんですかダルマ行ったことありますあるあるどういうオンにするのダルマはね、結構ガッツリ系のあー野菜ラーメンとかあー、美味しそうへーはい、どうですか？なんかラーメン行ってます。あれありますか？どこありますか？ラーメンおすすめあります？どうだろう。逆にこの辺のなんかレストランってあんまりわかんないんで、これも美味しいとかあるのかなってちょっと思います。この辺はあんまない。出身じゃないから。あで、あんまりわからないんだよね。そうそう。私はあんまりここには遊びに来ない。はい。ねえ何してるんですか？ちょっと開口一番閉めたいようと思って普通にヘッドホンすれば早いのに間に合わなかった、どうでした元気出ましたあはい、毎日聞いてますすごい上げ上げですね上げ上げですよあれは最高ですテンション上がりますねこれは泣けてくるよねちゃんと聞いてました聞いてたよ、ね、何ですか、ね、次のコーナー行っちゃうよコーナーはい行きましょう、はいあるんであればお願いしますはいだって私2回目さっきやったしさっきやったしとかさっきやったからっていうその何だろうこのその理由なんか LINE とかでよくあるよ、ね、早く読め早く読め早くやれよ早く読めからわれサイクロプス西平 VS 大城優輝オンエア争奪曲プレゼン対決えいこれ新しいよね、うん、このコーナーはゲストが指定したテーマに沿った1曲を MC2 人がそれぞれ用意しアーティストと曲名を伏せてプレゼンしますどちらの曲が聴きたくなったかをゲストに判定してもらい見事勝った方の曲をオンエアします、うん、では本日のゲストひーちゃんですはいよし改めてですね、ひーちゃんにじゃあテーマを決めてもらったんですよね、はい、そうですね、うん、まあ、花なんですけども立ち葵という花をご存知でしょうか、英名でホーリーホック12世紀に十字軍によってシリアから運ばれてきたことにより聖地の花とも呼ばれているそうです、うん、この花の花言葉が大いなる志、はあはあ、そして私の誕生花ということで、はあはあ勝手ながら今回のテーマを志ということに、はい、させていただきましたそれできたのか、はい、志だから割と難しいなと難しいよ、ね、ちょっと大丈夫かなと思ったんですけどひーちゃんが何かすごい目標を持って頑張ってるのかなと勝手に想像してましたけど昔はあったんですけど今挫折してるんで言わないの挫折乗り越えたんじゃないですね、うん、あ乗り越えたのかなまた違うなんだろうでも乗り越えたのかな、うん、でもこのね乗り越えていきましょう2人の曲を聴いてぜひ乗り越えてほしいそうですね、はい、どっちじゃあ、先行きます先行きますどっちがいいですかどっちがいいですかじゃんけんしたら高校でやりますよ僕のはですねなんていうんですかそれこそその毎日仕事してて、いろんなストレスを抱えてる現代人、考えすぎなんですよ頭使いすぎだったりするんで、その辺は頭からポにして前向きに生きていこうよっていう曲なんですけど、だいたい歌詞がチャラヘチャラとか言うんですけど、ねえ、それあれそれ何ですかそれ聞いたことあるよねなんでなんかあるかないと思うけど、ね、ニュアンスね。うん、なんかそういうニュアンスチャラチャラチャラヘチャラヘチャラみたいな、うん、大丈夫だよってことね大丈夫だよ心配しない頭なんか空っぽその方が夢詰め込まれるからなんかないさーって、うん、いいですねあったりするんですよ、はい、うーんまあでもやっぱり、サイクロプスの西平といえば、うん、ラップなんで、うん、ラップできるわけじゃないんですけどラップを聞くラップが好きなんだ好きなんで、うんうんうんラッパーで選んでいこうかなと思って、うんうんうん、
AK69 の、あ、これ曲名とかあれとか言っちゃダメなんだよ。ダメだから。でも、もう言っちゃってるでしょ。あの、意図変わるの、あの、なんていうかな、あの、うまくいかねえパターンがほとんど。でも、でも映画や、いてえのは少々。もうあるんですよ。そういうね。あ、しかしかしが。前向きにこう大丈夫だからちょ少々だから結局死ぬほどそれ以上のものはないっていうことだから、それぐらいはなんか全部かすり傷みたいな。死ぬ以外はね。でも結構真面目な歌詞ですよね。そうですよ。はい、前向きに、うん。でもこれ言っちゃったんでもうこれじゃダメってことですよ、ね。だいぶたくさん準備してるんですよ。来てきたんですか。本当に準備してきたんですか。準備してるのは1曲だけですよ。1曲だけ。はい。うん、やっぱり、その挫折、うん、そこっすよ、挫折っていうのが大事で、うん、負けてもうコテンパにやられて、そこから復活できるかどうかっていうのが大事なんで、うんうん、立ち上がれるか、うん、僕の座右の銘とかあれも、7転び8起き、まあ、99転び100起きみたいなこと言ったりしますけど、そうなんですよ、うん、最後に立つかどうかっていうのが大事だと思ってるんで、うん、そういう曲になりましたね、僕のは。うん、立ち上がれるって聞いたらなんか頑張ろうかな、ちょっともう一回やってみようかな、曲選んできました。私も分からない、何の曲だろうですね。教えて。ピーピーピー終わり、はい、3分間ですからぴったりでしたよ今。お互いに曲が分からないんですよ本当に。私も分からないし、うんうん、私も西浦さんの分からないし、うん、西浦さんも私の分からないし、そうですね、うん、終わり、終わりましたよ、はい。田中ディレクター終わりでいいんですよね、うん、終わりです、かわいい。まあ次は私か。私ね、本当に志っていうこのテーマが本当に難しくて、うん、ね、探してたけど、うん、なんか歌詞もそんなピンってくるものがなくて、はい、だからもうノリでいっちゃいと思って、このなんだろう、この音楽がいいもの、ただただこのメロディーを聴いてこうテンションが上がるものだけ選ん、うん、を選んできたんですよ、うん、それは歌詞じゃないってこと。歌詞がないです。歌詞がないです。歌詞がない歌詞がないです。歌詞ない、うん、なるほど。歌詞がない。しかも1700年代ぐらいの曲当たってるかな。1970年じゃなくて1700年、1700年ぐらいに作られた曲。あ、すごいですね。はい、だと思います。多分 FM 小沢今までいっぱいいろんな曲流してきたと思うけど、はいはい、一番この曲が流れたら古いんじゃないかな、うん、どうかな、まあ、FM 小沢は、まあ、小沢は音楽の街ですから、はい、まあね、でもなかなか1700年代の曲流すなんてないよ、ね、ないよね、こんなね、相当な志がないチャンスないよ、はい、以上です。以上。あ、1分残して終わりましたな。本当に素晴らしい。さあ、あとはひーちゃんのご友人に決めてもらえばいい。ひーちゃんじゃなくてゲストのひーちゃん OK 出てるし、ちょっと違うでしょ。ゲストだからひーちゃんが、ひーちゃんね、うん、ちゃんと決めてもらえる。ひーちゃんがこれすごい悩みますね。悩みますか。先にはどっちも聞きたいんだけど、どうしようかな。迷うんだ。あ、悩ますね。これだって1700年代ですよ。待って、恥ずかしい。もうね、生まれるずっと前じゃないですか。そうだ、ずっと前よ。どっちもハードル上がってるから、どっちもハードル上がってる。あ、やばい。これちょっと、すごい志ってテーマからそんなものが出てくるとは、どうしようかな、どうしようかな。直前までに2人悩んだもん、うん、これ、曲、あ、選んだら、うん、もうすぐ入っていっちゃって即流します。あ、流れます、じゃあ、うん、どうしようかな。いいよ、あとで、どっちで、あ、ちゃんと教えてくれるんですよね、あとで。うん、はい。どういうことですか。流れなかったとしても。流れなかったとしても。ああ、そうしましょう。それは言いたいですもん。うん。わ、うん、かりました、はい。もう俺が負けるみたいな流れじゃん。違う、まだわからない。じゃあ、ひーちゃんにお願いしましょうか。お願いします。はい、
まあ、すごく個人的には1700年代めっちゃ聞きたいんですけど聞きたいんですけど、早いし手挙げるの早いしがあるのがちょっとやっぱり気になるので、うん、はい、じゃあ選考されていた曲の方を選びます。はい、はい、ありがとうございます。はい、でも私も気になる、なんだろう、タイトル聞きたいです。タイトル言いますよ、タイトル言いますよ、僕タイトルちゃんと言います。曲の準備ができていた方がいいのかな。今準備中ですか。今準備中です。勝ったよ俺は、ゆうきちゃんには勝てないと思ってたからさ、歌詞ないやつにするからね。でも流れたとしても恥ずかしかった、うん、あれですね、タイトル、タイトルと歌手名、歌手名ね、うん、マキシマムザホルモンで復活の F。 おーおー、わあ、これ何？え、これあれですか？ドラゴンボールの？ドラゴンボール Z 復活の、今やってるやつの、はい、今終わった、映画終わったやつの、あ、そっか、終わったんだ。あれは、あれはフリーザ、フリーザ知ってますか？回転ショーになっていく、そうなんです。これはね、歌詞カード見ないと全然わかんないです。今何言ってるかわかんないですぜひ歌詞見たい、歌詞見ながらちょっと聞きたいですね。そうなんですよね。これ今ラジオに声は入ってる、ラジオに声は入ってないんですかね。ラジオは言ってます。ラジオは曲が流れてるんで、曲が言ってるんですね。声入れます。あ、大丈夫です。終わってからでいいちゃんと入れます。で、一応ゆきちゃんのやつもタイトルだけ言って大丈夫です。やだ、恥ずかしい、言わない、メモる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 。すごいっすよ。どっから見つけたんですか、1700年。クラシック、クラシックなのかな。まあそういう、なんていうか、それ名曲だよ。名曲、あ、でも分かります、西浦さんは分かる、俺でも分かるから。あ、じゃあ大丈夫だ、分かる、みんな分かるやつ。曲名聞いても分かんないよ。そう、あ、曲名って分かんない。俺はね、俺は分かる、聞いたら分かる、それは分かる、聞いたらもう絶対分かる。聞いたら、フリーザ、フリーザ入ってますからムカつくあ、だからフリーザはこれちょっとネタバラシになるけど、ドラゴンボールファンに怒られるから、うん、言わない方がいいかな。いや、これ聞いてる人ネットの向こうはググってますけど。そうですよね、うん、なんで、ちょっとネタバレするんで、聞きたくない人はちょっと離れてください。見る際で、見る際で、ですね、うん、フリーザーは、はい、スーパーサイヤ人になった悟空に一番最初にぶっ殺されたやつなんです、うんうんうん、スーパーサイヤ人には手も足も出ないですよね、うん、フルパワー出しても勝てなかったんですよ、うんうん、それが10年、20年時を経て今復活してきたんです。今は悟空はもうスーパーサイヤ人ゴッドですからね。ただのスーパーサイヤ人レベルではないですよ。2があって3があって、もうどん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 強くなっていって、はい、神様になりましたから。神の領域に行ったんだ。スーパーサイヤ人の神様になりましたから。そんな悟空に復活したフリーザが挑んでくるんですよ。なんでフリーザがどう強くなったかって、もともと強かったから練習なんかしなかったと、フリーザは、はい、だから初めて練習したっつ、修行した、フリーザがですか。はい、ゴールデンフリーザになって帰ってきた。ゴールデンフリーザ見た目も金ピカになったんですか。金ピカになったんですね。ああ、はい、ちょっと気持ち悪い。その時にこの曲が流れるんです。ああ、BGM で。BGM 流れる。かっこいいね。登場シーンで流れる。かっこいい、それは、うん、フリーザ、フリーザって流れるんです。うんうんうん、曲終わったら CM 行きますね。はい、あります。これあとどれくらいですか。あ、飛ばします。あ、大丈夫です。いやいやいや、大丈夫です、全然。あとね、あと55秒。 OK です。で、ゆうきちゃんのがなんで今のタイミングで言うんですか。ちょっとでも曲名知りたいです。気になりますよね。知り分け言いましょう。メモる、メモる、まあ、調べますよ。ラジオの方にも聞かせてあげたいんでね。あ、そっか、ラジオね。俺のはちなみにね、俺1曲目は本当にヘッチャラを準備してた。チャラヘッチャラ、うんうん、もしかして3曲ともドラゴンボール関連です。違います、もう一個は本当にラップで。なるほど。ジェネリオス、ツイキャス、
ジェネレーションギャップ、ゆうきちゃんとかフリーザー知らないのか、年取りたくないですね。だから高橋さん知ってくれてるんですかね。やっぱりビデオで借りないと、DVD で借りないと見れないもんね。まあ、そうですね。わざわざ見ないと見れないですね。なかなかそう見れない。ミキヒコ佐藤さん、笑顔ウルトラ Z で、そう、そう、それを伝えたいとこもあったの、志でね、やっぱ笑顔とか、そういうとこなのかな、考えすぎてるのをちょっと一回ぶっ飛ばして、あ、走っちゃいますっていう。理解しました。これどうしましょうか。あ、なるほど。マジか。どこに見てるんですか。じゃあ見てる人だけのこれはじゃあ秘密で。ああ、そっか。確かに聞いたら誰もが分かる。確かにそうだ。分かるよね。分かります。分かる。よかったよかった。でも。なんだろう。超恥ずかしかったかも、流れたら。自分で持ってきたの。アーカイブバッチリ残っちゃうんだ。メールがね、先週のゲストの神崎さんから。フリーザさん今日は元気だね。なんで俺先週も元気だったよ。先週眠そうだったもん。芝居だよ芝居。神崎さんは芝居とかわからないですから。わかるに決まってるわ。まあね、こうと思うけど。そうか、ここはこっちだ。ユーストリームも来てる。今日はお目覚めですな。やっぱみんな心配してるんだよ。そんな眠かったかも、うん。まあね、覚えてない。30秒インガおーおー。前回のスパーキースパーキー。ギター弾きすごかったですね。ギターね、はい、うん、そう、あれ楽しかったです。あ、そうだ、 CM 行ってる間に、うん、ひろやさん誕生日おめでとうございます。いらねえ。一人でカトリ線香です。カトリ線香じゃないわ。カトリ線香じゃない、間違えた。線香花火だ、線香花火だ。はい、負けちゃった。勝ちました。皆さん聞いてくれましたか。いいけどさ、勝つナイフ、うん、確かにいい曲です。帰ったらもう調べて、もう2曲とも聴いてますね。じゃあぜひ私のはほんとこっそり聴いて。イヤホンで聴いて、イヤホンで聴いてほしい。イヤホンでそこはヘッドホンじゃなくて、イヤホンでこっそり聴いてほしい。そうですね、言わなくていいんですか。あー、ラジオの子に、はい、あ、いいですよ。いいです。あれですよ、トルコ行進曲って言わなくていいんですか。言っちゃった。トルコ行進曲です。トルコ行進曲ですよ。まあ、あれすごいテンポいいじゃないですか。そう、タラララン、タラララン、タラララン。でも、前進してるからね。まあそうだよね。タラララランで歩いてるから。志があるよね。タララ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 ラ。前向きに。ね、進もう。そう。前向きの音だよ、あれは。ああいうのってやっぱ戦争の時なのかな。1700年代。戦争終わってんのかな。戦争もすらしてないんじゃない。1700年ってどういう時代だったんでしょうね。中世なんですかね。パリです。トルコ行進曲をパリで作っちゃうだったかな、うん、ちょっとわかんない。ちょ、1778とかそのぐらいでした。うんうんうん。そう、こっそり聞いてね。はい、こっそり聞いてます。あ、嬉しかったな、勝てたのも嬉しかった。ひーちゃん、ありがとうございます。また違うあれでね、テーマでやりましょう、うん、まあやるんでしょうね。リベンジしたい、はい、リベンジしたいもん、これはもうやるんでしょうね。はい。で、今このお時間は何ですか。もうエンディングだよ。エンディング来ちゃった。早いですね。はい、じゃあ告知、ね、ここで告知しますか。あ、ひーちゃん、ひーちゃんの告知。え、なの。ひーちゃん何か告知ありますか。いや、私の告知ですか。ないっすよ。なんか最近6月3日にプロジェクト9が何か、うん、なんか出すんでしたっけ。そうそうなんですよね、ドラゴナイト、うん、すごいですね。そう、来年大好評だったホラー映画イベント琉球トラウマナイトが待望の DVD になって6月3日に発売しました。はい、おめでとうございます。はい。プロジェクト9からはダイナマイト平監督と久野敦美監督が参加しています。現在 Amazon にても発売中です。
また全国のツタヤとゲオにてレンタルも開始しますので、皆さんぜひぜひチェックしてください。そうそう、ツタヤ行ったらね、並んでたよ。そうですね、うん、トラウマの人がすごいですよね。ゲオもあるんだね。でもゲオもあるかもしれない、うん、そうあるって、ぜひぜひチェックしてください。はい、またハイサイ探偵団とコラボしたドラマ、ハイサイ探偵団赤い影全8話も YouTube にて大好評配信中です。こちらもぜひチェックしてみてください。はい、その他プロジェクト9の最新情報は公式ホームページ、Facebook をご覧ください。また過去に制作した映像作品はプロジェクト9のオフィシャル YouTube チャンネルにて公開中です。詳しくはプロジェクト9で検索してね、検索してね。プロジェクト9で検索、そう、もう出ないからね、これ。あっち、あっち、あっちか、あっちだ。もう、ああ、そうですね、いいですね。そう、あれ、うん、あとね、もう一つ告知があって、ああ、まだありますか、うん、そのプロジェクト9の、はい、我らの岸本さんが、うん、我らが我らが岸本さんが、うん、出演する舞台、はい、H2、何これ、これなんて言うの、そうそう、H12 という舞台があるんですよね、明日、はい、ああ、ありました、あのミュージカルね、はい、うん、H12 という舞台がありまして、うん、6月6日、会場が、はい、フラソエテダコホール、うん、ショーホール、あ、フラソエテダコショーホール、うん、13時からと17時からの2公演、チケットは全席自由で2000円、やらずの町小座の雨で人役で出演した岸本さんが出ます。です、頑張ってください、はい、見に行きますよ、岸本さん、両方見てるかな、両方行きますよ。でね、こっちも告知、そうなんですよ、メールが来てるんですよ、うん、アドレスが 0W… しかもさ、何これ、読みますね、うん、西平さん、ゆうきさん、もう漢字間違ってる、ゆうきさんがゆうきりりんのゆうきだし、はい、はじめまして、玉の浜さとしと言います、はい、名乗ってる、僕はゆうきさんの大ファンです、通貨も半分ストーカーです、ゆうきファンの僕としては、だからファンのくせにこいつ漢字間違ってる、絶対わざとでしょ、これ世間に、ゆうきさんの魅力がいまいち伝わってない気がしてすごく悲しいです。そこで、うん、ラジオで一緒の西平さんなら、うん、ゆうきさんの魅力を世間のみんなに伝えられると思うのです、うん、みんなが知らないゆうきさんの魅力を教えてあげてください、お願いします、はい、髪が長い、それ以外でお願いします髪が長いのは、髪が長いの、うん、伸ばせばね、そう、誰でも魅力的になる、あ、でもさ、色もいいよね、色、髪の色、だから髪髪関連以外でお願いします、髪をさそう、髪をさ、後ろに、うん、普段バーってやってるじゃない、バーって、うん、バーって何、バーってこう下ろしてるってこと、そう、下ろしてストレートにバーって、うんうん、それをたまに後ろで結んだりするとさ、うん、また可愛いよね、おー、なるほど、おこれは良かった、4分だから、言ってくれましたね、ちゃんと、でも、何この何、そのうなじが好きってことですか、この女性の、な、違う、そういうことじゃない、うん、まあ、うなじももちろん素敵なんだけど、なんていうか変化だよね、フリーザーみたいな変化、変化、フリーザー変化、第二形態、大変化ですよねてか、ひーちゃんもさ、うん、やっぱり実直な彼の前でさ可愛くなるのかな、可愛くなるから、あれ、この話はやめよう、もっと甘えばらせしやめようお友達の方も聞いてるんで、ソフレね、ソフレ、ソフレじゃないソフレ、ソフレしてます、ソフレいるんですよ、これと、おー、違うからね、みんな違うからね、はい、あ、いいっすね、まあ、ゆうきちゃんの魅力か、ひーちゃんなんかはどうなんですかね、特に僕なんかもいろいろ知ってるんで、知るといいとこっつのいっぱい出てくるんですよ、この子なんで、知らない人から聞いた方がまだいいのかなと思うんですが、どうですか、知らない、うん、難しい、ひーちゃんなんか、ゆうきちゃんの、まあね、顔しかないと思いますけど、いやいや、全然それ魅力になってないから、うん、そういうとこいないで、あ、もうなんか大丈夫、大丈夫、来ちゃいました、はい、どう、なんかありますか、え、今日喋ってみての印象でもいいですし、すごいなんか話しやすくて本当に、はい、あ、バイオハザード同じ、そうそう、バイオハザード好きなの2人で、あ、クリス、うん、クリス・ブラウンね、クリス・ブラウンじゃない、レッドフィールドです、そうそう、え、何、クリス・レッドフィールドです
スコーンフィールド的なね。なるほど。で、クリスの妹にクレアがいるよね。クレアですよね。うん、はい。クレアデンスね。一番好きなのはジルなんですよ。ジルバレンタインね。かっこいいですよね。ジルバレンタインかっこいいからね。わかる、わかる。わかりますよ。わからないでしょ、これ。絶対に。わかるよ。いいよね。いいですね。今度やりましょう。二人でバイオハザード。まあ、俺もやるよ。乗ってきた。絶対操作難しい。なんか怪獣使ってるずっとだめですよ、ね。そんなことないよ。まず操作が難しいからね。走る。ないんだよ。あの007とか。007。バイオハザードは怖いからやんないだけで。動かすとか大丈夫。大丈夫。大丈夫ですよ。ホラーとか大丈夫なんですか。ホラーは大丈夫じゃない。じゃあダメだね。だからでも3人とか4人とか人がいれば大丈夫。そっかそっか。でも楽しくなるよね。バイオハザードも一人でやるゲームだけど、あ、ストーリー性もいいんですよ。うん、そうそう、あ、やっぱそうなんですね。ストーリー、イベントがいいんだよね、すごい。ところどころの。うん、そう。ちょっと興味湧いてくるな。バイオハザードは映画もやってるんで、映画だったらそこまであんまり怖くないんじゃないですか。怖くない、怖くない。結構おすすめできるかなと思って。映画ね、映画僕の師匠が出てるんですよ。え、なるなる。あの、僕はあの、愛知県で忍者やってる時代がありまして、一瞬ね。一瞬。その時の忍者の師匠が、あの、ミラージョボビッチと戦ってますよ。マジで。何、ゾンビ役だ。誰？ゾンビ役じゃないんだよ、うん、俺も見てないから分かんないんだけど、ちょっと気になりますね、それは。はい、いいですよね。だから何でした、何でした。2分前です。いいね。ああ、ちょっとバイオハザードじゃあ、ね、やりましょう、みんなで。今度面白いですよ、うん、だからラジオでさ、やっちゃう。どうやって。ラジオリスナーには伝わらないからね、この。伝わるよ、キャーワーキャー。伝わるよ。じゃあ来週のゲストは誰だろう、まだ決まってないのかな。クリス・レッドフィールですか。レッドフィール超見たい。ウェントアースビラー来てくれるのかな。あ、ぜひぜひ見学しに行きます。もうジル来てほしいけどな。ジルのコスプレで来ようから。え、ジルって女。ジルは女です。あ、女。警察官。あ、ね、うん、警察で、うん、かっこいい。ああ、あなた、あのミニスカポリスみたいな。あ、そうそうそう、あんな感じ。あれジルなんだ。一応あんな感じですね、はいはいはい、ジルはもうショートカットで。ああ、いやー、よかったです。楽しかったですよ。楽しかった。はい、いいちゃんとまた機会があれば参加したいです。ぜひ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 、はい、もうね、もう今度は銀太郎だけにしましょう。銀太郎さんがついていけないで。あんた勉強しなさいよ、銀太郎。一応ね、最近ちょっとずつ見出して、うちもさ、舞台リバースも舞台やるときは銀太郎を舞台化してるだけだから。そうなんですか。そうだったんですか。そうですよ。だから銀太郎見て、でも勉強して、また話に入りたいです。銀太郎はもうギャグなんで、まあ見たら笑ってまた元気になれたりもするアニメですよ。長編もいいんですね。長編もいいですね。シリアスもまたなかなか。じゃあまたね、来週も。はい。なんか勝負するかもしれない、また。はい。その時は勝つ。絶対次は勝とう。また来週も見てね。あ、こちら。あ、で、タイミング。このタイミングが俺一番わからない。今ぴったり、ゆきちゃんの声まで多分ぴったり。そうですね、ゆきちゃん分かってんだよな、このタイミング。私わざとちょっと早めにカウント出した。ああ、出してんの。1秒ぐらい早めに出す。よし、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー。